坂本龍と2月27日隊は関西テレビのアナウンサー。静岡県三島市出身。血液型は A 型。4歳から9歳までの間をカナダ、帰国後静岡県立沼津、城北高等学校時代までを静岡県で過ごす。早稲田大学スポーツ科学部スポーツ文化学科卒業後、2008年4月入社。趣味は野球。大学時代は、 公式野球部に所属し、外野手や学生コーチを務める。2年後輩に阪神タイガースの上本博則がいる。現在は関西の草野球チーム、関西ディープスに所属。R-1 グランプリ2009に出場し、2回戦に進出している。5歳からアイスホッケーをはじめ、大学卒業まで続けていた。2009年9月6日に開催された。 アナウンサー朗読会2009恋する時間の演出を手掛けた若木 F の劇団赤テレを支える看板スターが必要という発案により2009年7月に吉原貢献、堀田ツ志、川島総優と共にイケメンアナウンサーユニット KT ボーイズを結成2009年10月2日この日を最後に卒業となるアップアップでかねてから交際していた 同局社員で漫才師、中田カオスの長女との結婚を宣言、生放送中にプロポーズを行った。その後、2009年11月22日、両家の初顔合わせ及び正式な報告の後に入籍。2010年4月10日に挙式を済ませた。8月26日に第一子となる長女が誕生した。2010年7月24日25日放送の FNS の日26時間テレビ2010超、笑顔パレード販爆笑大台場合宿。内の対抗企画、FNS27 局対抗。ミワ社12時間耐久レースをマイナス1グランプリ2010で、関西テレビ代表チームの一員として出演。レースは無事完走を果たすが、参加前28チーム中最下位だったため、26時間テレビのサイト上で、 事前に受けた100問の常識テストの強盗が公開された。2019年第35回 FNS アナウンス大賞受賞。ありがとうございます。